中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が不自然に枯れる問題が発覚してから1ヶ月余りが経ちました。国の調査で県内の2店舗を含む9店舗で除草剤の成分が確認され、被害届の提出や損害賠償請求といった動きが進んでいます。県内の店舗の今を取材しました。こちら福井市内のビッグモーター前に来ています。街路樹の問題が発覚してから1ヶ月余り、以前は土がむき出しだったんですが、今は草が一面に生えている状態になっています。今日撮影に訪れたビッグモーター福井店前です。花壇には以前なかった雑草が広がっていました。除草剤の影響か、ところどころ草がほとんど生えていない場所もありました。取材中、店舗への客の出入りはほとんどなく、関係者によりますと、問題発覚前に比べ客は半分以下になっているということです。一方、こちらは越前市内の店舗です。歩道側に面した街路樹だけが枯れていました。国土交通省の福井河川国道事務所は、過去に国道沿いの花壇の管理を県内のビッグモーター2店舗に委託する協定を結び、2019年には美化に貢献したとして感謝状を送っています。ただ2021年のパトロール中に越前店で木が伐採されていたことが発覚。店舗が伐採を認めた上で花を植えると約束したため、原状回復を求めていました。ただその後も花が植えられていないことや除草剤の散布が分かったため、今年の8月18日に管理を委託する協定を解除しました。国交省は昨日、土壌調査の結果、県内の2店舗を含む9店舗で除草剤の成分を確認したと発表しました。今後、警察に被害届を提出する方針です。原状回復については国が行い、ビッグモーターに費用を請求することにしています。